渡嘉敷カツオの渡嘉チャンネル。日本で久々のヘビー級だよね。西島陽介さん以来あんまりヘビー級って聞かなかったんだけど、そんないい選手がまた出たんだ。あ、じゃあぜひ見させてください。おお、ヘビーに悪いで本当に早いね、早いね。おお、すごい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 。ライト級のスピードでね。おお、パワーもすごいね。速いしパワーもある。もうヘビー級で今必要なのはやっぱりパワーとスピード。ね、昔のヘビー級ボクサー、タイソンが出るまでのヘビー級ボクサーっていうのはパワーがあればね、大体勝ってたんですけどね。タイソンが、マイク・タイソンが出た頃からスピードとパワー、テクニックっていうのが必要になってきましたからね。これ今パワーもスピードもあってすごいいいね。おお、素晴らしい素晴らしい。久々に見ましたね。陽介さん、西島陽介さん以来のあれじゃないですか、有望なチャンピオン、いや有望な選手。あ、そうか、京太郎選手もいたか。京太郎選手はね、 K1 でも世界一になってるから世界レベルのね選手だけど、まず世界の上位ボクサーにちょっとやられましたけど、京太郎選手以来かな。なかなかいいですよ、スピードもあって。おお、これ間合いがいいね。綺麗な位置で当ててるもんね。ああ、すごいすごい。ヘビー級のスピードじゃないね、これ。ライト級ぐらいのスピード。フェザーライトぐらいのスピードですね。速いしね、細かい打ち方ですね。だいたいヘビー級っていうのはブンブンこう振り回してね、パワーで倒そうっていうのがあるけど、これ細かいスピード。シャチャチャーンってこう中から打ってくるね。中から打ってくる方がやっぱり外からこういくらパワーあっても外から打ってくるより中からの方が絶対速いですからね。こう外より、ね、直線の方が絶対速いから。うん、いいね。おお、いい選手いい選手。スピードあってパワーもあって距離感もいいし感はいいんだけど、ちょっとやっぱガードが怖いですね。ヘビー級なんていうのはもう一発当たったらもうひっくり返りますからね。ちょっとガードが低いのが怖いですね。その辺本人も会長も考えるだろうけど、確かに国内レベルではなかなかのね、勘持ってますよね。打たせないで、このノーガードでもあんまり打たせてないもんね。おお、速いしね。今のところのキャリアとレベルでは、国内まだレベルなんで避けれるだろうけど、これ海外行った場合どうかなっていう。ただセンスはあるから、これから何年か後はその世界レベルになっていけると思うな。かなり面白い選手ですよ、期待の選手。とにかく早く当てる、そのスピードっていうのはものすごい魅力ですよ。で、勝利するのにはやはり一番スピードっていうのは必要だから、彼はかなりのスピードがあるんで面白いですよね。テコンドか、テコンドね。そのやっぱり距離感がいいからね、目もいいね。目もいいっていうことは勘がいい。ああ、いいね。ノーガードでもいけるならば、才能を生かしてもらいたいな。おお、蹴りもすごいね。いや、これは京太郎選手と一緒で格闘技もいけそうだね。これは身体能力かなりあるね、これは。お、格闘技もできるし、ボクシングもできる。おお、ほんとうまいね。おお、これどっちの世界に行くんだろう。どっちの世界行ってもなんか対戦しそうだね。天才的なやっぱり動きだよね。ああ、そうか、ハーフか。そういうのあるかもしれないな。最近活躍してるね、スポーツ選手はハーフの選手多いけど、なんかそこにいいものがあるのかな、わからないけど、最近そうですよね。陸上もそうだし、いろんなテニスもそうだし、そういう、なんて、ハーフっていうんですか、そういう血が混ざった人が、なんかすごい、ね、世界トップのレベルに、世界チャンピオンのレベルまで行っちゃうから、いや、この選手も面白いな。パワーもすごいね。半端じゃないね。300キロ。ああ。ライトヘビーだったらこれ、面白いな。世界結構いけるかもしれない。いやー、結構ボクシングもいいけど、何
ビッグマウスなんだ。それは面白いんじゃない、久々にね、タッチオス選手とかね、まあ亀田君たちもそうだし、面白いね。ヘビー級でビッグマウスだったら、海外的にはビッグマウスもすごい生きるからね。あ、面白いんじゃない。風太郎選手は日本チャンピオンだよね。え、引退してるのかな。してなきゃやらせばいいんだよ。いや、京太郎選手もだってお前あれだよ、 K1 で世界チャンピオンになってるから、間合いもすごいよ、パワーもあるよ、ボクシングも上手いしね。あ、面白いんじゃないこれ。デビュー戦ぜひやってほしいよ。おお、それでも見たいね、ビッグマウスとね。おお、いつでもやるよって。京太郎選手、京太郎君もなかなか面白いからね、キャラクター面白い。多分ボクシング引退したら吉本興業か太田プロに行くんだね。コメディアンとしてもね、喋りも上手いしね。これをビッグマウスとこの面白い喋ると体勢面白いんじゃない、見たいねこれ。おい、久々に日本のヘビー級がこう盛り上がりそうだね。ぜひやってほしい、京太郎選手とやってやって。あ、素晴らしい。まあ、いやでもビッグマウスはいいんじゃない、これぐらいのレベルでも。日本最初からやっぱりビッグマウスじゃないとね。面白い面白い。いやでも海外は強いからね、日本のレベルとまた2倍3倍ちょっと、ね、世界レベルは違うからね。あの京太郎選手でも世界ランカーにやられたんだ、これも見もんだね。ぜひ京太郎選手やってほしいね。テコンドーもかなり、ね、強いんでしょうから、はあ、面白いな。うん、ミドルジムはね、もともと飯田聡でね、飯田聡君が世界チャンピオン、そこでなってますよ。多分初代のミドルジムの世界チャンピオンは、飯田聡君。それでそこにはヘビー級の、東洋チャンピオンもいてね、オケロピーターって強いのがいたんですよ。その選手と私がマイク・ベルナルドっていうね、 K1 の選手とね、ヘビー級同士で戦わそうとしたんですけどね、これがコミッションでね、ルールがどうのこうのでね、ダメになっちゃったんですけど、一時はね、K1 の石井館長に話してね、電話して、オケロピーターとマイク・ベルナルド、ミコリン団体のボクシングの世界チャンピオンとこうやらそうとしたんですね。これ、まあ、結局ダメだったんだけど、まあ、それぐらいそのオケロピーターとか、そのヘビー級レベルは、ミドルジムはいいんじゃないですか。ああ、いろんなヘビー級のことは知ってると思いますよ。もうミドルジムなら面白い。うん、ああ、このね、愛情感もいいね。お母さんがここまで育ってくれたからね、お母さんに喜んでほしいって、いいじゃないですか。そこが好感持てますね。うん、素晴らしい。こんなすごい子がうちに来てくれた、自分の全財産をかけてやってもいい、デビュー戦で藤本京太郎とやっても全然大丈夫。会長までがそう言ってるわけ、すごいね。だって藤本京太郎選手はね、格闘技の世界チャンピオンであって、それでボクシングに来て日本チャンピオンになって、そして東洋チャンピオンにもなって、それで世界ランカーとやって勝てば世界ヘビー級世界タイトルマッチだったんだけど、まあその世界ランカーに負けたんだけども、これかなり強いですよ、この京太郎選手。いや、ビッグマウス同士ってなんか面白いじゃない。こっちはまあキャラクターはね、ちょっとコメディアンっぽいけど、喋りもうまいしね、京太郎選手は。いや、これ面白いな、ぜひこの2人の見たいな。デビュー戦ですごいじゃない、デビュー戦で。だって藤本京太郎選手、藤本京太郎君に勝ったらあれだよ、いきなり世界ランカーだよ、おそらく。そしたら2戦目で世界タイトル、まあそれはちょっとね、ありえないだろうけど、これ面白い。じゃあもしかしたら1戦目でデビュー戦で、デビュー戦で勝てばチャンピオンにはなれないけども、日本ランクのトップ行くから2戦目で日本チャンピオンってありえるよね。アジアパシフィックチャンピオンとか、うわ面白い。これ今年じゃ一番面白いかもしれない、これ。あ、その世界戦以外ではね、面白い、これ見たい。そんなね、今日世界ランカーに負けたからってね、力が落ちてるとは限らない、世界のトップレベルで落ちたわけだから。まあまだまだ日本一の世界実力があると思うよ。いや、これだって2人とも喋るから、結構これ記者会見でもバンバンやって面白いと思うよ、これ。いや、これ新しい今年の注目の一つだね。見たい見たい。